皆さんこんにちは。メタクズです。今日は芝刈り石津 PUNK ライトロードのデッキ紹介をします。かなり高確率で先行ワンキルできてしまうデッキになっています。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご確認ください。まずこのデッキは何をするデッキかというと、先行取って分回して相手のデッキを霊媒にするデッキになります。このデッキは石津ギミックを採用しており高速で墓地肥やしが可能です。もちろんムドラとケルドウも採用しているので、ミラーマッチの時に相手の墓地リソースを吹っ飛ばせるようにしてます。吹っ飛ばせるデッキの枚数ですが、アギトが5から10枚。ケルベクが5枚。ネクロフェイス3枚の15枚でこの時点で最大30枚吹っ飛ばせることがわかります。アギドの追加効果を考慮せずとも25枚は吹っ飛びます。除外されたネクロフェイスをニャンニャンで戻すことで、さらに5枚追加で35枚です。40枚デッキならこの時点で終わってしまいます。さらにこのデッキはライトロードがレベル3展開ができることを利用し、リバイエールも採用しています。これでネクロフェイスを帰還させて、また白雪で除外することでさらに5枚除外が可能です。相手が60枚デッキで G 投げられた場合そのままデッキ霊媒にすることもできました。メインの初動としては PUNK になっています。カオスルーラーからジアンデッドを立ててデッキトップ9枚墓地に送れるので、そこから落ちたものを使って展開していく形になっています。白雪とライトロードが落ちればセレーネからライロ展開に行くことができます。あんまり説明してもわからないとは思うので、リプレイの方を見ながら解説していきたいと思います。それでは対戦の方を見ていきましょう。1戦目は先行ワンキルするリプレイです。カオスルーラーとジアンデッドが通ってしまうと基本的に止まることがないです。対戦よろしくお願いします。今回はライトロードを引いてませんが、セアミンを引いてるのでセアミンから動いていきます。フォクシーにうらら打たれたくないので、ピアノートを直接サーチして展開します。2体でカオスルーラーを作ってデッキトップ5枚めくります。ピアノートの蘇生対象はフォクシーにします。ちょうどライトロードとアギドがめくれたので、墓地肥やしながらソラエクも打てるようになりました。アギトの効果でお互い5枚墓地へ送ります。ケルベクも落ちたのでさらにお互い5枚墓地に送ります。なんかガゼル出てきましたが無視します。ソラエクを打って手札を入れ替えつつ墓地を肥やします。2体でジアンデッドを作ってお互いのデッキを4枚墓地へ送ります。ジアンデッドでライデンが落ちたのでライデンを蘇生して、さらに墓地を肥やしていきます。ついでにゴルフも落ちてくれました。これで4エクシーズができますね。スガレスを作ってドローしていきます。白雪を引けたので白雪を墓地に落とします。あとはネクロフェイスを連打するだけで相手のデッキが枯れます。まずはネクロフェイスをコストにカオスルーラーを蘇生します。さらにネクロフェイスをコストに白雪を蘇生します。この時点で相手のデッキがもう残り10枚になってますね。白雪を含む3体でセレーネを作ります。セレーネの効果で墓地のライラを蘇生して、ライラからライトロード展開につなげていきます。ライラで手札切ってシャーマン蘇生します。シャーマン効果で除外されているライトロードを帰還させます。2体でリバイエールを作って除外したネクロフェイスを場に戻します。ネクロフェイスとゴルフでミネルバを作って、さらに墓地を肥やしていきます。あとは白雪でネクロフェイスとニャンニャン除外で10枚削れるので、このままデッキ破壊となります。今のラックマッチはネクロフェイスワンキルが多いです。かなり混沌とした環境になっています。さてデッキが霊媒になりました。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。どうしても初動がパンクギミックなので高校はめちゃくちゃ弱いです。芝刈りとか魔法による墓地肥やしが引けてればある程度は戦うことができます。対戦よろしくお願いします。今回は高校で芝刈りを引けてるパターンですね。物量をぶつけてしまえば相手の展開は返すことができます。楽園融合なんですがケルベクが実装されて弱点が増えてしまいました。このように出てきたルベリオンをデッキに戻してしまうので、ミラジェードが着地できなくなってしまいます。相手は仕方なしにマスカレードを出してきましたね。さらにアルベル召喚から開幕をサーチします。開幕を発動してドラマをサーチしました。ドラマで妨害立てるつもりなんでしょうか。なんと、融合から怒りの閃光キマイラしてきました。ドローしながらドラマの妨害作りたかったんですかね。今は芝刈りを持ってるのでうららを引かれなければなんとかなりそうですが。さてこちらのターンです。まずはフォクシーの効果を使ってうららをチェックします。通りましたね。
じゃあ芝刈りも通るでしょうってことで、芝刈りをぶち込んでいきます。相手はここに超融合を発動してマスカレードを立ててきました。これで墓地効果を使わせない作戦のようです。ウォルフが強制効果なので勝手にライフ払わされました。勘弁してくれ。ちょうど白雪が2枚墓地に落ちてくれたので、ここは白雪を使ってマスカレードを裏にすることでこの状態を突破します。ライフめちゃくちゃ減りますけど、このターンにワンキルするつもりなので、ライフがいくつ減っても問題ではないですね。さらにもう1枚の白雪も効果を使って裏にしていきます。ギリギリですけどこれで耐えましたね。800残ったのでセアミンの効果も使っちゃいましょう。ピアノートをアドバンス召喚してカオスルーラーから展開します。相手からしたらカオスルーラーは結構ヤバいのでドラマの効果で止めてきましたね。これで相手の妨害は全部踏むことができました。さらに3000のモンスターが盾で存在しています。つまり1万1000で殴ったらワンキルですね。このデッキではめちゃくちゃ簡単にそれができます。キュリオスでネクロフェイスを墓地に送り、白雪でネクロフェイスを除外しまくってゼロボロスの打点を上げます。これでゼロボロスの打点が1万1000になったので、盾のドラマを殴ってワンキルとなります。対戦ありがとうございました。それでは最後のリプレイを見ていきましょう。最後は大流行中のミラーの高校です。こちらは60枚、相手は40枚のことが多いので基本的に勝ってしまいます。対戦よろしくお願いします。相手はセアミン召喚から入ってきます。これは明らかにミラーですね。フォクシーでディアノートをリクルートしてカオスルーラーを作ってきます。全く同じ動きです。手札からケルベクを捨てたのでお互いの墓地が5枚超えました。ディアノートでフォクシーを蘇生しつつカオスルーラーでアギドがめくれたのでさらにお互い5枚墓地送りです。相手はバンシーの効果を発動しました。アンデ系のデッキっぽいですね。ジアンデッドでさらに4枚墓地肥やししようとしてきたので、さすがにここはやめに行きます。相手の墓地肥やしが完全にこちらのアドバンテージになるので、ミラーは高校霊ターン目から墓地を使った妨害ができます。ついでにネクロフェイスも除外して相手のデッキ壊しておきます。アンデ系なら除外されるときついはずです。デッキから墓地に送るって書いてあったので、ヤバそうだから無効にします。よくわからないですがアギドを蘇生してエンドしました。相手のデッキもう12枚しかないのでささっと削りましょう。まずは光の援軍から発動して墓地を肥やします。ケルベクが落ちてくれたのでお互い5枚送りです。これでもう相手のデッキは7枚ですね。ウォルフが蘇生されたのでここからズガレスを作ってドローを回していきます。ちなみにこれデッキ破壊するよりもおそらくはゼロボロスでアギド殴った方が早かったと思います。相手のデッキがもう残り3枚なのでちょうど引いた手札抹殺で勝利となりますね。一応デッキ回復カードが墓地にあると負けちゃいそうなので深淵を打ってみます。効果使ってから相手の墓地確認しましたがムドラケルドーは不採用だったようです。意味なかったですねこれ。急いで白雪が出てきましたがもうデッキが霊なので何が出てきてもこちらの勝利となります。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。石津 PUNK ライトロードネクロフェイスでした。現状は高校がかなり弱く先行時も PUNK に誘発もらうだけで止まるハンドも多いのでそこまでの強さはないです。まだ出て1日しか経ってないのでこれを起点に研究していこうと思います。次回は40枚型の石津デッキを作ろうと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。